今回は四角を使った式、時刻と時間を勉強していきます。さあ、それでは早速問題です。丸一番です。四角足す24は59という問題。この四角の中にどんな数が当てはまりますかと聞かれています。さあ、この四角を求めるためにどんなふうに計算したらいいかな ちょっと数も大きいしねさあそこで、えー、どうやって計算し,てしたらいいのかよくわからないなという人は右側にこの式とこの式は足し算ですね。うん足し算を使った同じ式そして数を簡単にして、えー、簡単な例を作ってみました足し算のね式ですよ。すは5 これは簡単ですねさあそこでこの式は四角が一番初めにあるのでこの 3+2 は5の一番初めこの3に四角同じように四角をしてみました。そしてその四角を求めるためには四角以外の他の2と5を使ってどう計算すればいいかなと考えてみることにします。そうすると 3を出すためにはそうだよね5から2を引けばいいこの数からこの数を引けばいいと分かりますね。だからこの一番も同じように59から24を引けばいいと分かるようになります。え四角を使った 計算は慣れるまで簡単な例を使ってもいいですね。さあ最後に59ひく24は35となります。はい、それでは丸2番やっていきます。今度は四角ひく18は32という問題。これも引き算を使った簡単な例をここに書いてみたいと思います。 5=2 は3だね。さあ今回は四角の位置はどこかな一番左です。だからこの式の一番左に四角をして四角をこの5だねを求めるためにはどんな計算をしたらいいかな ?2 と3をどうしたらいいかなそう。2と3を 足せば5になるよねだから同じようにここもこの計算もこの18と32を足してあげればいいと分かります。さあ 18+3250 こんなふうに簡単な例を使ってやるようにしてください。さあ、えー、3番の問題です。これも同じようにやっていきますかける 何が35ですかという問題これも簡単な例を書いてみます。ははこれは分かりますねそして今回はここが四角だね。比べてみてください。そしてこの四角の3を出すために他の数2と6を使ってどうやったら3が出るかなそうこの6。 と2を使って6割る2をすれば3が出ますね。はい。こちらでも同じように35割る7だから四角は5と計算することができます。さあ、それでは次の問題です。今度は時刻と時間の問題です。さあ、まずは問題を読んでみます。 今の時刻は午前10時30分です。海に着くまでの時間は2時間40分かかります。海に着く時刻を答えなさいという問題です。さあ、今は午前10時30分。そして海に着くまで2時間40分の時間がかかるんだね。そしたら、今の時刻に 2時間40分を足してあげればいいということがわかりますさあここを見てください午前10時30分に2時間40分を足してみますまずは分から30分足す40分さあこれは70分10時足す2時間10時から2時間たったらだから10足す2をして12時答え 12時70分なんか変だねそうですこの70分というのは60分を超えたら時間に直さなきゃいけなかったねだからこの70を60分と10分に分けてこの60分は1時間のことだからこの1時,と1時間と12時を足して間と12時を足して 十三時となります。残った十分をここに書いて。十三時十分となります。さあ。この十三時十分。という時間は。時間を時計の中で確かめてみたいと思います。まず。今。お昼の十二時。正午。 だとして、正午より前の時間は午前だったね。正午よりも後の時間は午後と言うんだったね。はい。そして13時10分。 というののはこの時計の中のの中どこに当たるのかさあそこで時計というのは「午後」という言葉を使わない時刻の表し方がありましたね。11時12時この「1」を使うと「午後1時」となるけれども「11時」「12時」この「午後」を使わないとそのまま「13時」。 14時、15時と表すことができるんです。12にここに書いてある数を足してあげると13時、14時、15時という数字になっていきます。だから13時10分というのは 午後。午後。一時。十分のこと。十三時十分と午後一時十分は同じ。ということがわかります。それでは。頑張ってください。